の方ね、お伺いしたいと思う最後のね、仕事となっております。それはですね、自分というのはいかがですか、大丈夫ですかね。
えー、今日はよろしいですか。なんかね、まったり感が出てきましたけどもね、ちょっとだんだん疲れてきましたよね。まあ、とりあえず明日日曜日でよかったかなって感じしないでもないですけどもね。まあ、どうでもね、準備をね、行っておりますけども、さあ、それはね、最後の締め切りになりました。本部徒競走、徒競走、本部徒競走だったんですかね。お、何かあるんだな。楽しみだ。イエーイ、イエーイ。さあ、昨日はね、お父さんがお母さんをおんぶして、お母さんが子供をおんぶしてですね、トリプル、トリプル、ダブルおんぶかね、ありましたけども、さあ、どのさんとお姫様だこと、おんぶで3点いいですね。新しい文言が加わりました。3点ぐらい、2点ぐらい、1点ぐらい、素晴らしいです。やっぱね、ピッチはこうじゃないかね、アバウトな感じでいきたいと思います。皆様、作戦会議よろしいでしょうか。よっ、ねえ、なんかいろいろ考えてみたんですよ。なんかあの作戦にどうかね、話してましたからね。はい、イエーイ。うん、さあ、それではですね、第2回の親子対抗話し運動会の最後の種目となります、親子対抗リレーを間もなく開催したいと思います。さあ、このね、親子対抗リレーなんですが、親子でみんなで、リレーします。その際にですね、例えばお父さんがお母さんをおんぶしたり、それからお父さんが2人を抱っこしたり、いろいろ形によって点数が異なっていきますね。さあ、その、どのように運ぶかは、それぞれ各々の作戦を立てているようです。じゃあ、ちょっとね、この作戦で行こうよってね、話してましたからね。さあ、楽しみです。行くぞ。よし、行くぞ。はい。さあ、もうなんかすでにね、ありえない体験やってる人がここにいましたので、まるでトーテンポールのような感じになってますけども、すごいです。さあ、朝日さん、これだと何点ですか。これお父さんが娘さんを抱っこして、よし、おんぶ、肩車まんぼう、ママ4点。はい、それだったっけ、うん、あ、そうです、はい、でもその時にもう一回やり直すのが大事ですね。はい、どうします。さあ、それではそろそろ、それではそろそろ行きたいと思います。第2回の大きさ以降話し運動会最後の種目となります。ポイント、自転車にポイント、3点目、ウェイトさんの小顔ってそれでも刺されますよね。こちらは、2点、2点、